柴田コーチに来ていただいています。おめでとうございます。僕の代わりにこいつがいます。柴田コーチおめでとうございます。どうもありがとうございます。もう今の気持ちはいやもう最高でしょ。いやもう今日はトスの方が強かったですよ。全然もうトスの方が強かったです。絶対トスの方が強いよ。絶対トスが強い。どうですか、もう本当にもうダービーでもう激しい試合でしたけど、もうどうですか。アビスパンも今日はねすごいファイトしてきた。ああそりゃすごかった。あの前半と後半で、ね、勢いが全然違ったように見えたんですけど、チームの勢いが全然違ったように見えたんですけど、前半と後半で、あ僕がエネルギーを注入しました。どんな風に注入したんですか。頑張れ、もう一回ありますか。頑張れ。柴田コーチは投入したんですか。いや僕も頑張れってしました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にカメラに向かってサポーターの方にメッセージお願いします。いや今日ね逆転した、これは本当にチームが強い証拠、それをねみんなが本当に、証明した。けど、前半失点したんで非常に苦しいんだけど、これは課題にして、こいつはすごいよ。ほらそして今日のヒーロー高橋選手も、本当にもう喜びを分かち合っております。